皆様こんにちは。今回はマイクロ SD カードスロットなどを搭載している Android でメモリーカードを内部ストレージとしてフォーマットする方法とその利点を解説させていただきます。メモリーカードを内部ストレージとして利用する機能は Android 6.0 以降で利用可能となった新機能です。当然ながら別途マイクロ SD カードなどのメモリーカードを用意する必要はあります。このほか Android 6.0 以降のすべての機種がこの機能に対応しているわけではなく、機種によって対応の有無は異なります。通常マイクロ SD カードスロットなどを搭載している Android にメモリーカードを挿すと外部ストレージとして認識される仕様となっています。このままでも特に不都合などはないので、わざわざ内部ストレージとしてフォーマットする必要はありません。ただし、Android の内部ストレージが元から少ない場合に、アプリをたくさんインストールするとすぐに内蔵ストレージがいっぱいとなってしまい、例えば撮影した写真などを保存できなくなる可能性があります。そういった場合に、メモリーカードを内部ストレージとしてフォーマットすることで、メモリーカードの容量分が内蔵ストレージとして加算され、その容量分だけアプリや写真、音楽や動画といったファイルを保存できるようになります。このほかメモリーカードを内部ストレージとして利用すると、アプリ、写真、動画、音楽などのファイルが優先的にメモリーカードに保存されるようになります。そのため、例えば高性能なメモリーカードを使用すると読み込み速度などが高速化し、 Android のレスポンスが向上する場合もあります。メモリーカードを内部ストレージとしてフォーマットすると、そのメモリーカードは現在使用している Android 専用となります。つまり他の機種に挿しても内部ストレージとしてフォーマットしている状態では利用できません。そのため、頻繁にメモリーカードを抜き差しする方はメモリーカードを内部ストレージとしてフォーマットすることはお勧めできません。また、一度内部ストレージとしてフォーマットしたメモリーカードを改めて外部ストレージとして使用するには、再度外部ストレージとしてフォーマットを行う必要があります。ちなみにフォーマットを行うと、外部、内部に関係なくメモリーカード内のデータはすべて消去されます。そのため、データが残っている場合は、フォーマットを行う前に必ずバックアップを行うようにしてください。Android 6.0 以降の機種でメモリーカードを内部ストレージとしてフォーマットする方法は、マイクロ SD カードなどのメモリーカードを挿している状態で Android の設定を開き、ストレージと USB をタッチします。表示されたページの外部ストレージに表示されるメモリーカード名をタッチします。さらに表示されたページの右上にあるメニューアイコンをタッチして、表示される項目から設定をタッチします。表示されたページで内部ストレージとしてフォーマットをタッチし、次に表示されたページで消去してフォーマットをタッチします。するとメモリーカードのデータがすべて消去されつつ、内部ストレージとしてフォーマットが行われます。ちなみにメモリーカードを内部ストレージとして使用できない機種では内部ストレージとしてフォーマットが表示されません。このほかメモリーカードを挿した時点で外部ストレージとして使用するか内部ストレージとしてフォーマットするかの項目が出てくる機種もあります。フォーマットが完了すると以後は内部ストレージとして認識されるため、例えば PC に接続したりファイルマネージャーアプリなどを通して Android 内部のフォルダを確認したときに、メモリーカードとして分かれずに統一して表示されるようになります。メモリーカードを内部ストレージとして認識させることで、容量不足の解消だけでなくパフォーマンスの向上にもつながりますので、試しに行ってみるのも良いでしょう。以上、Android でメモリーカードを内部ストレージとしてフォーマットする方法とその利点の解説でした。